はい今緊急で動画回してるんですけれど、まあ、冒頭にも、ね、あった通りですね私はですね今日、えー、ゴジラ1を見てきました、はい、もうずっとね見たい見たいと思ってたんですけどもう1ヶ月ぐらい前から上映始まってたんですけれどなかなかね忙しくて見れなくて今日たまたまあの名古屋の、ね、ミッドランドスクエアでね会議があったので会議のあとちょっと時間があったんであの急いでね見に行ってきました。 でちなみにね「ゴジラマイナス1まだ見てない人はこれから先あのネタバレを含むあの発言もしますんで注意してほしいんですけれどあの途中まではネタバレしない発言しますんでこれから見ようと思ってる人でも、えー、大丈夫です。こっからネタバレしますよってねあのちゃんと警告してからネタバレ言いますんでまだ大丈夫ですんでね。でえーとねもし もう見た人は最後までこの動画ね見てもらっていいのであの見た人はねよかったら感想とかねコメント欄に書いてください。これから見ようと思ってる人はね途中からの止めてもらって結構ですんでであの今までね特別僕喋ってなかったんだけど僕めちゃくちゃゴジラファンなんですよ。で最初にねゴジラハマったのはね昭和59年ですね。小学 こうね、4年生ぐらいだったと思うんですけど1984年にあのゴジラっっていう映画がです、ね、あったんですよ一番最初にできたのは昭和29年の「のゴジラ」なんですけどそこから「昭和ゴジラの、ね」のシリーズがガーッとあってで昭和59年にです、ね、また新しく作り直した、ね「ゴジラ」これがね1984年の「ゴジラ」なんだけどこれを小学校のね の友達に誘われてねクラスメートね5人ぐらいで名古屋駅だったか栄だったかは捨てたんだけれど映画館見に行ったんですよでもその時の映画「ゴジラ」見てめちゃくちゃハマったんですよそれまでゴジラ一切見たことなかったんですけどでその後、まあ平成ゴジラ」シリーズっていうのがあってねゴジラ対ビオランテまあビオランテまで見てあの平成ゴジラはねあの結局その後何ですか子供もだまし 路線に行っちゃったんで途中から見なくなっちゃったんですけど僕はねあの小学生の頃とにかくその昭和ゴジラが好きだったんですよ、はい、昭和29年から「あの,のゴジラ」から「ゴジラの逆襲」とか「ゴジラ対キングギドラ」とかで最後は「メカゴジラの逆襲」ってそこまではあの僕が生まれる前の、ね、映画がほとんどなんですけど、まあ、ビデオレンタルでね借りてきて。 ダビングして家でね何回も見たりとかねしてあとまあハリウッドのゴジラとかも見たんですけどやっぱり国産のゴジラの方が全然僕的にはあの好きですね。で今回のね「ゴジラマイナス1はですね山崎隆監督なんですよね「ールウェイズ3丁目の夕日」とかあと「永遠のゼロ」とか「アルキメデスの対戦」とかあとね「スタンド・バイ・ミー・ドラえもん」とかねあの全部僕のね大好きな映画なんですけれど。 で出演してるのはね神木隆之介さん浜辺美波ちゃん佐々木蔵之介さん吉岡秀隆さん安藤さくらさんとか他にもねそうそうたるメンバーなんですけどあの名演技で素晴らしかったですねもう浜辺美波ちゃん可愛くてねあの最高でしたよあの目の肥やしになりますんでおすすめなんですけれどでやっぱりね僕らねあのゴジラ大好き人間としてはですね7年前の映画 あのやっぱりね新ゴジラとね比較しちゃうっていうのはねどうしてもありますねお互いその安野監督もね山崎監督もねお互いに意識し合ってるわけなんですけれどなので、まあ、今回国内実写のゴジラとしては7年ぶりなんですよねで、まあ、結論から言いますとね、まあ、今回ねゴジラマイナスワン見てねあのめちゃくちゃ面白かったですで号泣しましたもう泣いてしまいました本当にもう感動して。 ラストシーンのところなんかはただあの僕の中では「あのシン・ゴジラ」と比較するとですねあの申し訳ないけど「シン・ゴジラ」の方が僕は好きでしたね。興、ま、行、あ、収入で「あのゴジラワ1の方が勝つんじゃないかってね言われてるんですけど僕の中では「シン・ゴジラ」の方が、ね、好きでしたね。シで「ゴジラ −1」はねまあ1回でいいかなって感じですね。 あとはあの同じ山崎隆監督の、ね、映画で「永遠のゼロ」ってあるんですけどやっぱり永遠のゼロともね比較しちゃうっていうところがあるんですよね。っていうのは「ゴジラマイナワ1ってあの第2次世界大戦末期からそれから1年後2年後とかその辺の話でああのまだネタバレしないんですけどちょ,ちょっとぐらいかなあの、まあ、主人公がですねあの特攻隊員なんですよね。なのでで特攻っていう点で やっぱり永遠のゼロと被っちゃうんですよね。だから永遠のゼロとゴジラマイナスワン比較しちゃうんですよ。なんか僕の中でとなるとね、やっぱり特攻映画としてはやっぱり永遠のゼロの方が。 上だなーって思いましたねもちろん「ゴジラス1も素晴らしい映画なんですけどだから僕の中では「シン・ゴジラと」と「永遠の0」の方が上の方にあってその下に「ゴジラ −1」があるっていう感じもちろん素晴らしい映画なんですけど僕の中では、AN「永遠の0」と「シン・ゴジラ」の方が上なんですよ。やっぱね「永遠の0」はねあの岡田さんあの V6 の岡田 さんの演技が素晴らしすすぎたんですよねでもちろん今回のね神木隆之介さんも良かったんですけれどやっぱりね岡田さんのねあの演技良かったからねちょっと比較しちゃうんですよねすごすぎたんであのあのか演技はね。はいということででやっぱりなんで僕ね「シン・ゴジラ」の方が良かったかっていうとね「シン・ゴジラ」ってねあの現代の映画じゃないですか7年前に作ったその当時の映画なんで。 でやっぱりゴジラが日本に上陸してね、えー、来週してくるとやっぱり戦うわけですよなのでシンゴジラは自衛隊と米軍が戦ったんでですよなの,であのその当時の自衛隊と米軍の最新兵器がバンバン出るんですで戦闘シーンがめちゃくちゃ多かったんですよシン・ゴジラ、うんまあ、例えば90式戦車とか10式戦車とかあとアパッチ・ロングボーっていうねあの戦闘ヘリとかね F2 戦闘機とかあと米軍のあれよ B2 爆撃機からねゴジラにあの大型の貫通爆弾を背中にドーンって落とすシーンとかねあとまあ最後の方はさもう JR も協力してさ N700 系の新幹線を突っ込ませるとかさまあ,あ僕そんな鉄をたってほどじゃないんですけれどそんなミリオタっていうほどでもないんですけどやっぱり戦闘シーンが好きな人にとっては新ゴジラの方がいいんですよ。 うん、面白かったですねで今回のね「ゴジラマイナス1は第二次世界大戦末期からそ1年2年ぐらいの話なので、えー、戦うのはあの帝国海軍の元軍あもうこっからもうそろそろで、ね、ネタバレ始まりますんでネタバレ嫌な人はもう今止めてくださいいいですか大丈夫ですかじゃあもう話しますよはい。で今回のねゴジラマイナスは 終戦後にゴジラがね来襲してくるんであのなので帝国海軍もね帝国陸軍ももう解体されちゃってるわけなんですよだから日本に軍人がいないんですよね武装解除されてしまってるんで,で主人公はまあゼロ戦のパイロットで、まあ、特攻隊員だったんだけどまあ,あの死にたくないから あのわざとその自分のゼロ戦が故障してないのに故障したって言ってで大戸島にあの着,陸着陸してそこで修理してもらっててでその時に大戸島の,その島の伝説のね、まあ、ゴジラっていう恐竜みたいなね、まあ、その時は1 5ー,ーぐらいなんですけど、まあ、なのでゴジラって昔からいたんでしょうねなんか恐竜の生き残りか分かんないですけれどまあその大戸島に襲われて。 ででまあ、本来は、ね、あのしゅ修理する人ばっかりだったんでやっぱりパイロットであるその主人公の神、ね、木君がゴジラさゼロ戦の機銃で攻撃しないといけないんだけどそれもビビっちゃって手が震えてそれもできなくてで結局島のさ修,理修理する人たちほとんどみんな死んじゃったわけですよ。あのそいつが、ね、あの戦わなかったから特攻隊で。 だから特攻からも逃げてでなおかつその島の修理工の人たちまで救えなかった、まあ、あの特攻があの特攻すべきだって言ってるわけじゃないですよ。特攻は本当に悲しい悲しい現実であって特攻をすべきだって言ってるわけじゃないんでそこはね誤解しないでほしいんですけれどなのでまあ本人としては。 特攻でも逃げましたよとでなおかつゴジラと戦うこともできなくてビビっちゃってで島の仲間がねみんな死んじゃったわけですよねっていう負い目があるんですよ。うん、で,でその後ねその大戸島の伝説の 15m ーーぐらいのゴジラくんが、まあ、1946年にその米軍がねビキニ干渉で核実験、えー、するじゃないですか。でその時にゴジラ君が 被爆しちゃうんですよでその影響で放射線を吸収してからなんか知らんけどあの多分 DNA にね傷がついて異常に増殖しちゃって巨大化しちゃうんですよゴジラが。でそのゴジラが、まあ、日本に襲いにやってくるっていうストーリーなんですけどまあこっからのストーリーがねなかなかね2なんですよ面白くてまずそのゴジラを倒すためにあの重巡洋艦のね タカオってあるんですあいう軍艦があるんですけどその中巡洋艦タカオっていうのはですねその接収されてシンガポールにいたんだけどそのゴジラを倒すためにあの連れてこられるんですよねでもそれはゴジラにやられちゃうんですよでここでまずタカオが出てくるって言ってねあの盛り上がるんですよねでその後ゴジラね銀座に上陸するんですよでまあ復興間もないね銀座まあ銀座って結構ね あの建物が残ってたんですよね空襲,空襲の被害に,に合わなくて建物が残ってったんだけどでそれプラス復興もね始まってたんだけどその銀座の街をね完全に破壊してしまいましたよと。で、まあ、日本には軍隊がいないんで戦えないわけであってじゃあ GHQ 進駐していた米軍は戦ってくれるのかっていうと戦ってくれないんですよ。なんでかっていうとう 日本で軍事行動してしまうとそのソ,連ソ連を刺激してしまうからっていう理由で米軍が戦ってくれないんですよねなのでいやどうするんだって誰がゴジラを倒すのかってなるととなるとですね、まあ、もちろんその警察予備隊もいないですからねその朝鮮戦争がまだ始まる前だと思いますんで警察予備隊すらいないと。となるとですね元海軍の 軍軍人元軍人元が集まって、まあ民間人ですよね、もう民間で「俺たちがゴジラを倒すしかない」ってね集まるんですよね。じゃあどうやって倒すのって話なんだけどあの軍艦を集めて、うん、で軍艦がそのゴジラにね海中でいろいろ巻きつけてでそこでねフロンガスをブワーッとゴジラの周りにねうわーってやるとそうするとねあの 体がです、ね、その物の周りにわーっと包まれると浮力,浮力を、ね、失って下に沈むっていう現象が起こるんですよね、まあ、それを利用してゴジラをあの深い海に沈めると、まあ、急激な水圧の変化でゴジラをダメージあの与えることができるってでそのあとバルーンを膨らましてゴジラ、ね、もしその水圧で死ななかったら バルーンを、ね、ゴジラの周りで膨らましてゴジラを急浮上させてそうするとまた急激な、ね、水圧の変化でゴジラにダメージを与えられるっていう作戦だったんだけど、まあ、そこで出てくる軍艦がですねあの駆逐艦「雪風」とか「響」きとか「まあ、雪風」っていうのはですねその第二次大戦でですねたくさんの 対戦の中で生き残った、えー、駆逐艦、で響きもですね、生き残った駆逐艦なので。まあ、雪風響きが出てくるんだったら、負けないだろうっていう空気になるんですよね。うん、で、で、その主人公の、まあ元、元、えー。特攻隊の上木隆之介んはですね。そのゼロ戦がないんですよ。で、戦闘機ないかというと、ありますよって、で、出てくるのが。 神殿っていうですねあの戦闘機なんですよねで神殿っていうのはその本土決戦のために配置される予定だった戦闘機なんですよ。だからあのいきなり操縦できないはずなんだけれどまあ、やっぱりすご腕パイロットっていうことで,ですねその神殿をですね操縦して、まあ、ゴジラに特攻しようとするわけですよね。うん、まあ、結局 その特攻隊なんだけど特攻から逃げてなおかつ大戸島の、ね、修理工の人たちまで自分のせいで殺してしまったのでもう最俺の中では戦争は終わってないってね特攻しようとするんですよ、うん、だから結局フロンガス作戦はあのやるんですけどゴジラ生命力が強すぎてゴジラ倒せなかったんですよねでその後特攻するんですよ神殿でガーッと。 まあ大型の爆弾を積んだ神殿でね突撃して爆発させてでゴジラの顔面が破壊されてでゴジラを倒したっていう話なんですけどじゃあその神木君死んじゃったのっていうと死,の死ななかったんですよ。で特攻する直前にですねなんか準備してくれたあのレバーを引いてあのパラシュートですね脱出してで命も助かりましたよっでも結局このフロンガス作戦も特攻作戦もですね あの多分1人も死んんででないんですよね、うん、だからそこがねやっぱり反戦映画やっぱり人間の、ね、命を粗末にしちゃいけないと、まあ、さっきの大戦ではたくさんの命を失いましたけど、まあ、今回、ね、ゴジラを倒してなおかつ命を、ね、失ってないですよとみんな生き残りましたよっていう、まあ、ストーリーなんですよね。はい、なのでやっぱり内容がね充実してたんですけど。 ただやっぱり「シン・ゴジラ」の時と比べると戦闘シーンがですねやっぱりちょっとあち,ちょっとっていうかねいやよかったですよよかったけどシン・ゴジラの時の戦闘シーンの方が僕はかっこよくて好きだったしいろんな兵器が出てきたのはよかったんじゃないかなとあとは「シン・ゴジラ」の時って現代のこの日本国憲法の中で自衛隊がどれだけあの実力を行使できるかっていうところが問題で。最初の頃なんかかさアパチーヘリから あパチエリだったったけあの機銃を撃つことすら躊躇しちゃったもんねそばにその人がいたっていう理由もあるんだけれどなのであんなねバケモンみたいなゴジラが襲ってきても日本国内でその戦力をですね遂行する戦力って言ってもいけない。 実力っていうんですかね実力を遂行することすら難しいとかあと核兵器を使うか使わないかとかあのすごく揉めたんですよねだからあのね政治家のねいろんなあの何ですかしがらみっていうか、はい、争いっていうのがねあれも面白かったんですけどでもちろん今回のね「ねゴジラマイナスはもう最高に面白かったしあの 初めてですよねこの戦後すぐの舞台で、まあ、最初の「ゴジラ」が昭和29年なんですけどそれよりも前のね、えー、お話なのでなかなかね逆に新鮮で良かったしやっぱり戦争に行って生き残った人たちがね力を合わせて頑張るっていうまあ本当にあに戦いを知ってる男たちの戦いっていう感じでねまあ面白かったなーって思いました。はいで 最後さ浜辺美波ちゃんん生きてたんですよね僕絶対死んでないなって映画の途中からずっと確信してたんだけどやっぱり生きてましたあの爆風ねゴジラの爆風で吹っ飛ばされたんですけど、まあ、生きてたわけですけど最後浜辺ちゃん生きてたってなって首のところになんか黒いあざがあっってななんか意味深な終わり方だったでしょあれはね、まあ、まあネット上ではね結構みんな予想してるんだけどまあおそらく。 ゴジラ細胞が体の中に入ってで生き残ったんじゃないかと本来は死んでたんだけどあのゴジラ細胞ってさすごい増殖力が強くてあのなかなか知らな,ないんでゴジラ細胞が体の中に入ったから生き残ったっていうのをねなんか示してんじゃないかなって感じがしました。で最後はさゴジラが海中に沈んでボコ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 ってさ増殖してそこで終わったでしょ。まあ、これれは続編を作れるように ちょっととね残しておいいたネタなななんじゃないかなと、まあ、山崎監督もですね「ゴジラ映画続編作る気がなんかある」みたいな話もありますんでねはい、まあ、続編になるとねまた別の敵を出現させなくちゃいけなくなるしね、まあ、そこからだんだんその子供騙し的な映画になっていくっていうねいつものゴジラのパターンになってしまうかもわからないんですけどね、まあ、ゴジラファンの私としてはね今後も楽しみにして いきたいと思います。はい、以上が私のね。ゴジラマイナス1の感想でした。ご視聴ありがとうございました。